奥が見えない。さっきもらったらよろしいでしょうか。でしょうか。それではよろしくお願いいたします。まずはですね、この中山競馬場にグランプリロードができましたということのご感想を伺えればと思うんですが、では竹豊ジョッキーからお願いできますでしょうか。はい、今日初めてこう来たんですけど、新しくなってまさかフナッシーと一緒に通るとは思わなかったです。ありがとうございます。フナッシーありがとうございます。海老名さんいかがですか。そうですね、普段は馬で通るところですけど、フナッシーと一緒に通るっていうのはなかなかもうまあないと思うんですけど、まあ、非常に光栄ですし、さっきうちのやつに社名したらめっちゃいいなって言ってました。あ、 ありがとうございます。福永さんいかがでしょう、ご感想は。そうですね、よりお客さんとの距離も近くなると思いますし、楽しみですね、ここでまた新たに騎乗するのが。さあ、ふなっしー、初めてこのグランプリロード、はい、馬車に乗ったり馬に乗ったりということでしたけれども、実は馬に乗ったのも馬車に乗ったのも今回初めてで、騎士の方の目線って結構高いんだなと思って、気持ちよかったのしな。なんか手振ってるとなんかちょっと気分いいんだしな、馬に乗って手振ってると。さっそうと乗る姿かっこよかったですよ。そのしな、まあ、なんなら今度ターフ一周ぐらい回りたいなしな。足届くようにしたいですね。あー、そっか、ちょっと整形しなきゃダメなしな。さあ、ここでですね、またファンの皆さんから近く見ていただくことにはなると思うんですけれども、ジョッキーの皆さんからご覧になったグランプリロードの見どころというのを教えていただければと思います。いかがでしょうか。そうですね、まあ、本当に馬と距離が近いんでね、ファンとすごく馬の綺麗さとかね、迫力とかそういうのを感じていただければいいなと思います。そうですね、やっぱり、僕も言った通り、やっぱりすごい距離感っていうのはね、ものすごく息遣いなり汗なりそういうのがすごく感じられる距離ですし、まあ、やっぱり皐月賞なり有馬記念という大きいレースをやりますのでね、非常にやっぱりファンの方々にはものすごくもっと身近になるんじゃないかなと。そうですね、まあ、レース前の馬の様子なんかはね、今までもパドックなんかで見れたと思うんですけど、レース直後を間近で見るっていう、まあ、馬のレース走った後の息遣いとかそういう表情とかもね、より近くで見てもらえるようになりましたんでね、まあ、その辺もまた、楽しんで見てもらえたらと思います。はい、ありがとうございます。ではですね、競馬の取材で来られている皆様から何かご質問等あればお願いいたします。あれ、馬が花道に登場するときファンを見て驚くようなことないですかね。まあ、大丈夫じゃないですか。まあ、盛り上がっていいんじゃないですかね。盛り上がってほしいですよね、ファンの方も。まあ、年末ね、有馬記念もあるし、この開催楽しみですよね。